大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。はい、ファイナルファンタジーの動画自体はものすごくお久しぶりなんですけども、すごくずっと遊んでました。実はずっと遊んでて、このライカーゴス、アンバスケードの最終武器とか手に入れたりとかしてねあとはこのフラマケも全部プラス1になったかな、プラス1になったりとか、まあいろいろ遊んでまして、ただ動画にするにはねすごくなかなか難しくてですね、まあソロでこそこそと進めていましてね。で、武器をね、まあとりあえず作ったんで、まあまあ強えな、スチールサイクロンめっちゃ強いやないかと思ってたら、もう知らない知らない世界ですよ、これ。これこそ。イオニックウェポンっていうのを見つけましたね。皆さんご存知ですか？イオニックウェポン。僕は全然知らなかったです。知らなかったんですけど、ですね、このポイント一覧っていう中の、ここですね、ここ、エスカビーズ、5万と1111持ってこいみたいなね、っていうやつを見てましたんで、まあ、ポイントなんですげえたまらないんですよ。やってる人いないしね。しかし、今月のキャンペーンで、人が結構やってたんで、もう本当、規制ですね。規制と LS 面の方々と手伝っていただいて、もう本当ね、200とか400とか600とか1000とか、しか稼げないのを、まあずっと頑張って稼ぎまして、ね、なんとか5万貯めてきましたよ。で、今から、この5万を武器に交換するのかな？するのがよくわかんないです。今初めてやからね。この最終、周層の8に飛びまして、そこまでは知ってるんです。預けたことはありますからね。この横の人が左側の人がメリポをくれ貯めてくれる人と、この人が多分イオニックウェポンのなんたらこうたらじゃない。ほらエスカビーズ5万個出す人間どうする、出すあ、これ灰色の両手王の、これや、よっしゃ、人間エスカビーズいっぱい持ってる、俺様満足、コレクション渡す、人間よく聞け、これから本番コレクション持ってエスカジタ、強し倒す、全部倒す。わかったか？はい、わかりましたよと。エスカジタ、エスカルオン、冷戦島の、NM、ギアスフェット NM を全部倒して来いってやつですね。なんで、アイテムをそこにトレードして沸かせたモンスターを全部倒したら、このイオニックウェポンっていうのは完成するというところでございます。はい。倒せる気がしないんですね、実はね。この装備と、まあさすがに俺一人じゃもう弱すぎてね、無理だと思うんで、誰かに手伝ってもらおうと、あとこの辺の装備をね、ちょっと強化しながら頑張りたいなというところで、今現在7月31日、はい。なんとか7月中に5万食べました。はい。で、今度は8月になって、今の持ってるこの装備とかのプラス2を狙うっていうのと、他のちょっとね、ここか。グリップもね、アンバスの武器、アンバスのグリップを狙っていきたいっていうのと、このマントともちょっとね、やっていきたいというところでございます。はい。で、私名なんですけども、あんまりこの、チャットをしないのね、実は。配信中に喋る癖がついてて、あんまりチャットしないのもあるんですけど、あとパソコンつけっぱなしでね、どうしても放置したりするんで、入りっぱなしなんですよね。なんでちょっとコメントがね、返せなかったりとか、返事ができないこともありますけど、よかったらこの LS 入っていただいて、もしくは手伝っていただいてね、みんなで動画に出ませんか。ね、喋んなくてもいいです。チャットだけでもいいですし、スカイプとかで喋りたい方いらっしゃったら喋ってくれてもいいんですけども、まあ、飯木君もね、その時参加して、いただくという形になると思います。はい、ということで今からギアスフェット NM を倒す、動画を、作っていきたいと思いますので、よかったらご協力いただければと思います。もしくはね、ここならこういう風に倒せますよとか、ジョブで、このジョブでいくと簡単にソロで倒せますよとかいう情報があったら教えていただけると幸いでございます。これはリアルのセミの音かい？ゲームの音かい？ゲームっぽいな、ゲームっぽい。はい、ということで今日はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃーん。